ユーストリームをご覧の皆さん、こんばんは。シャンペインの磯部裕之とビッグママギターボーカル金井雅人です。今日のアフターショーはビッグママの2月26日発売のニューシングルからスイートドリームスに乗せてお送りいたします。これは、特別な時間なんだね。このユーストを見てくれてる人と我々だけのスペシャルな時間なんだね、そうなんですよ、これはね。で、毎回その美人なしでただ俺がだらーっと喋ってるんだけど、前回見た、あ、見てくれてたんだありがとうございます。予習してたじゃあこのアフターショーの存在もじゃあ一応存じております。そっか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 。まあこんな感じで、そのね、本当にマイペースに好きなことを好きなだけみたいな、で、なんか8分ぐらい経つとだんだんコントロールルームからもうそろそろいいんじゃねえかいなですね。じゃあ10分だけいいですか今日いやもうね、はい、そう心広い人たちなんで大丈夫ですよ、素敵な残業。そうだね、素敵な残業ですね、自ら残業、いやだから俺はいかに、このヒロ君愛を、あの1時間で伝えきれたかなっていうのが不安でしょうがないよいやいやいや、まあ、伝わってると思いますし、そんなね、その金井ちゃんからもヒロ君愛とかもう俺怒られちゃいますから。業務連絡、はい、はい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 、なるほど、あ、今繋いじゃいましょうか。あ、さっきね電話に出れなかった方からね電話がかかってきたらしいので、せっかくアフターショーだからちょっと折り返し連絡をいただきたい。そうだね、もう今これ繋がってます。もしもし、はい、どうもどうも、もしもし、あ、もしもし、こんばんは。こんばんは、シャンペンのヒロです。ビッグママの金井です。あ、こんばんは。起きてる？はい、それ起きてるわどうした、寝てた？あ、ちょっと歌たねしてましたですよねこの野郎ということで、この番組始まって初めてです、アフターショーで電話をつないだのは。ああ声がラジオ番組なのにラジオではもう流れてないっていう、この感じそっかそっか、お名前は？あ、真帆と申します。真帆さん、はい、おはようございます。だからあのね、番組の中では留守番電話になって、プーって切れるっていう、はい、そんなシーンを演出していただきました。あ、そうなんですよ。そうなんですよ。俺がかなえちゃんに留守電残してって言って、かなえちゃんが留守電、そう。もう、美までですもった。ビッグママのかなえまさとですが、の、その美すら言わせてもらえなかったんだ。いや、まあ、それは置いといて、今日ね、せっかくテーマに沿って。そうそう。そうですよ。なので、せっかくだから、真帆さんの、はい、じゃあ夢を聞かせてください。いいですか？うん、私結構前から、火星人に会う夢を見ていて、どんな？なんか火星人、あいつらどんないでたちしてんの？タコさんウインナーみたいな。そのまんまか。はい。で、なんか夢の最後で、いつも私が食べられちゃうんですけど、食べられるときに私起きるんですけど、それ怖い夢じゃん。そのタコさんウインナーにちょっと会いたいなみたいな。いやでも、あったら食われちゃうやん。ああ。それは今度食ってやるつもりでいるの？ちょっとお話しして和解したいなみたいな。和解。じゃあ夢の中でしろよ。平和か？いや、素晴らしいと思います。なテラフォーマーみたいになっちゃうよ。ゴキブリ出てきちゃう。そう。え、テラフォーマーって知ってる漫画？わかんないです。じゃあ後で調べといてください。あれ火星の話だよね、確かね。そう。火星の話。面白いから、見てみて。はい、わかりました。なんか、じゃあ。じゃあ最後、火星人に一言。お願いします。おやすみなさい。おやすみなさい。ですよね。生活のまんまだよ。メッセージありがとう。ありがとうね。ありがとうございます。はいはい。じゃあ、二度寝してください、この時間から。はい。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。はい、バイバイ。はいはいはい。火星人ね。ですね。思ったより、火星人に対する我々のこう、モチベーションがうまく上がらなかった。いやいや、そ
それがさ、まあ、タコさんウインナーっていうね、うん、そうだね、ちょっとまあそれこそテラフォーマーみたいな造形だったら、うん、もうちょっと我々男軍団としてはちょっとアンニュイだったね。そうだね、うん、ちょっと可愛さがねあってしまったね。もっとこう熱くたぎる感じが火星人にあったとしたら、うん、我々も今わーって一緒に、そうだな、あの眠気も覚めたかもしれないんだけど。そうだね。あれ眠いのかねちゃん大丈夫？いや僕眠いとか言ったことないんだよ。寝ない人でしょ？寝ない人です。うん、眠れない人です。このね、これまあ一応このラジオ番組でファインドアウトなんですけど、うん、このアフターショーになってからのユーストリームのこの見てくれてる人のカウンターのこの上がりプリがすごいわけですよ、うん、そうだからせっかくだからさ、うん、俺みんなの知らないヒロ君の話をちゃんとしたいなと思ってさ。みんなが知らない俺の話か、うん、もう俺結構素じゃない？ヒロ君は、うん、あ、まあでもそうだけど、うんうんうん、ヒロ君は寝ない人じゃないかもしれないけど、うん、帰らない人だよね。あ、飲みとかでね、いい、すごく素敵な意味でこの人帰らない人なんですよ。あのね、最後までいてくれる人なんですよ。あ、そうなんですよね。そうなんですよ。ちょっとね、はい、優しさが溢れすぎて、いや単純に、うん、もう本当に酒飲むと楽しくなっちゃうからね。そう、うん、そうそうそう。だからビッグママのその打ち上げとかに参加させてもらったりするんですけどね、ライブだと。そう、僕らがいなくなってもヒロ君が最後までいるみたいな、なんかそういう、その時にあれおかしいぞと思って。そうなんですよ。いやでもなんかそれぐらい、うん、なんかそれがさ積み重なって今があるじゃん。そうですね、僕らの関係って、うん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 、だからなんか、うん、本当に家族のように思ってるし、シャンペーンがなんかいいことがあったり楽しそうなことがあるとやれやれもっとやれと思うし、ちょっときいと思うし、すごくいい関係を僕は築けてるんじゃないかなと思います。その原点が飲みの席というね。飲み語り。そう、帰らないヒロ君っていう。いや、もうね、ほんとね、言ってもね、みんなちょっと聞いて。うん、この人ね、金井正人、うん、こんな綺麗な顔して、めちゃんこ酒強いから。いや、違うんです。僕は、あれなんです。弱いのが、うん、弱いこと、そんな苦手なことが、うん、ない方がかっこいいと思ってるだけなんですよ。おー、またかっこいいこと言っちゃう。でも、ほんとに、うん、ヒロ君が唯一育ったんですよね、うん、あのバンド名のくせにアルコールに弱いっていうのがもう本当俺一生いじってやろうと思ってるんですけど。いやだから違う、俺が弱かったんじゃないんだって、うん、俺元から酒飲むもんだって。うん、うん、かなえちゃんが強いのちょっとね。まあでもそんな無茶な飲み方はしないですよ、うん、あ、そうだね、美味しく飲んでますけど、ちゃんと美味しくちゃんと美味しく飲むね。ようやくヒロ君がこう一人前になってきたな、うん、ありがとうございます。すいません、かなえ先輩、本当に、ね、いやで今はもうラストスタンディングマンじゃないですか。最後まで帰るのとこ、そうです、素晴らしいんですよ。まあ本当に もっと他にもあるよ。いや別にいいですよ。いやいやいや、酒なんでその話最初にしちゃったんだろうねえ、うん、いやいや、まあ優しい男なんです。ありがとうございます。でまたね、こう、うん、パーソナリティとして、はいはい、ナビゲーターとしてなんかもうプロかと思っちゃって、ちょっとそこもね素敵だなと思いました今日は。それはでもね本当に嬉しいです、言ってもらえるのは。うん、うん、やっぱりこれ初めてこの ZIPFM ファインドアウトでナビゲーターを俺やらせてもらって、うん、まあその俺生まれ故郷というか育ったのが愛知県だったから、うん、愛知で初めてナビゲーターできるっていうのも嬉しかったけど、同時にやっぱりその喋りのプロの人がさいるわけじゃない、うん、で俺はやっぱり本業はバンドとしてやってるわけで、でなかなかやっぱ喋るの一つとっても奥が深いなとかね、自分でいろいろこう考えながらやってる部分 もまああんまり言いたくないけどさ、もちろんあるわけですよ。そうだ、でも今日何回噛んだか数えてやろうかと思ったんだけど、なんかその必要ねえなと思って。一回怪しかったんだけど。そうそう、だからそうやってね、そのナビゲーターっていうこの俺に対してそうやって言ってもらえるのは素直に嬉しいよね、うん、いやなんか、うん、素敵だなと思いました。ありがとうございます。どうもどうも、お互い頑張りましょうね、はい、ね、今後もね、はい、飲み語りつつ本業を頑張ると、まあ、5年先も10年先も、うん、まあ、音楽を楽しくやってたいですね、お互い。そうですね、いや本当にそれはそう思うわ。はい、まずは、うん、武道館楽しみにしてます。おお、よろしくお願いします。ね。ね、さぞかし、キーって言わせてくれんだろうなと思って。いや、それは言わせますよ。やるからには。やだやだ。ねえ、本当にレーベルメイトであり、良き友であり、良きライバルである、ビッグママ。もう全部ですね。ねえ、本当に全部ですよ。ようブラザーな。ねえ、うん、本当にこれからも、この関係でお互い上に登っていければと。
そう、ね、それをねぜひ皆さんもよろしかったらお付き合いください、うん、そうですよ、うん、ついてこい、よろしくです。じゃあそろそろ時間も時間なんで、というわけですごくいい時間ありがとうございました、あ、こちらこそありがとうございました。じゃあ皆さん名残惜しいですが、名残出た最後に、くそー名残惜しいですが、バイバイ、はい、じゃあまたまたね、バイバイ。